メラです。今この撮影の様子をこうやってリアルに撮らせてもらってますけど、もうほんとそのまんま中学生時代そのままな感じがするね。高校生しました。中学生ジャージかと思った。でも僕新情報ゲットしたんですけど、こんだけ人のためにお金使ってると思いきや、ちゃんとケンスケはね、自己投資してるんですよ。ワールドトリガーのレッスン前にダンスレッスン通ってるんですよ。言うなよ。この人は。マンツーマンレッスンいくらか言ったのか。いくら？いや、言えないよ。マンツーマンレッスンあれ、個人で本当に言ってるやつなんですか？個人で言ってるやつと、本当のワールドの先生のためと、いやでもね、だってもう払っても払ってもなくなんないんだよ。行ってみて、俺の分のレッスンもお願いして。行ってみて。でも今回やばいんですよ、レベルが。何のレベルが？そうなんだ、要求されてんだ。要求されてる。ああ。それは確かに。これもうちょっとちゃんとしたカメラ回ってる時に喋ってくれ。初歩カメラで。音声入ってるか入ってないか分からん。あ、二色点。めちゃくちゃうざいからもう二色。よく俺も言っとこういいよ。半分、あ、今のままそうっす。なんだけど、ちっちゃくしまってる。どこに近いの？おどん。あ、いたんですね。おはようございます。いや、もうモンステのね、あのグッズのブロマイド撮影をやってますよ。これで。これです。この以上の写真、誰が欲しいか分かんないですけど。一応ね、新衣装としてブロマイドかするみたいな、はい、順調っすか？順調ですよね。もう相当巻いてるんじゃないですか。見てください。今出ますね。このかっこいい写真が出ますね。見てください。これかっこいいかも。かっこいい。笑いが少なくて大丈夫。ありがとうございました。終わりました。一応聞いていいですか？はい。肩掛け軍曹ってなんですか？肩掛けのあの軍曹スタイルですね。あるんですね。そうなんです。そういうのあるんですね。そういうのは僕が作った言葉ですけど。肩掛けのちょっと軍曹さんみたいな、ね、軍服を肩で掛けてみるみたいな。そういうバラライカですね。バラライカ。クラクラ軍のバラライカイメージ。より分かんないです。より分かんない方向で。はい、以上でした。ありがとうございました。